2018年3月20日9時2分特集、錦織圭テニスのマイアミオープンの男子シングルスの組み合わせが19日発表され、世界ランキング33位の錦織圭、日清食品は第26シードで2回戦からの登場になった。世界50位のペーター・ゴヨフチク、ドイツと予選通過者が対戦する1回戦の勝者が相手となる。1回戦で杉田祐一、三菱電機はロビン・ハーセ、オランダと西岡良仁、ミキハウスは予選通過者と対戦する。共同、今、あなたに。